僕は3年目看護師、今年から新人のプリセプターを任されている。正直自分にプリセプターができるのかと不安ばかりだ。1年目はとにかく1日1日を無事終わらせることだけを考えていたら、あっという間に1年が過ぎ、2年目は先輩からのフォローの目が外れ、ビクビク仕事をしていたら1年が終わった。そして3年目になった今、気持ちはまだまだ新人のままだ。こんな状況でフォローなどできるはずもない。ああ、看護師辞めたい。おはようございます。おはようございます。今日は新人はいないのか。ということは、フォローはしなくて済むな。フォローの日は楽だとみんなは言うが、新人のフォローをしながら自分の気持ちを持つのは単純にやることが2倍になる。全然楽じゃない。自分の業務もままならない上に新人のフォローなんて怖すぎる。はあ、とりあえず今日は自分のお気持ちを見ればいいだけだから助かったな。今日は平和に過ごすそうだ。今日大坪さん出勤なの？せっかく今日平和に一日過ごせると思ったのに、これじゃいつも以上に気を使わないといけないじゃん。一応挨拶しとくか。おはようございます。ま、当然の無視ですよね。完全に大坪さん俺のこと嫌ってるよな。新人の時からやけに俺にだけ当たり厳しかったし、休憩時間はずっと俺の悪口話してるし。ああやだやだ、大坪さんのこと考えてたら動悸がしてきた。切り替えて情報収集しよう。では夜勤帯から申し送りをしていきます。夜勤帯は皆さんバイタルは大きく変わりありませんでしたが、今岡さんが若干不穏で夜中ずっと叫んでいたような状況でした。昼夜逆転も見られますので、日中できるだけ起きてもらうように関わってください。あともう一つ、今岡さんの内服が昨日で終わっていました。急遽先生に連絡してすぐ出してもらえたので良かったのですが、夜勤の業務が増えるのと患者さんに影響があるので、しっかり内服の指示まで確認してください。以上です。お疲れ様でした。待てよ、昨日今岡さんの受け持ちって鳥居くんだよな。鳥居くんのフォローは俺だ。やばい、完全に内服見落としてた。ああ、大坪さん、ここは頼むからスルーしてくれ。てかさ、前も内服確認できてないことあったよね。昨日の受け持ちってあれ、え、鳥居くん新人か。フォロー誰だよ。やば、僕です。え、井出くん。井出くんさ、前も内服確認できてなかったよね。そういうのさ、フォローが防がないといけないんじゃないの？新人が見落とすのは仕方ないけど、それじゃフォローしてる意味ないじゃん。すいません。すみませんじゃなくて、なんで見落としたの？なんで、昨日はちょっと忙しくて。忙しいっていうのは理由にならないよね。すいません。井出くんさ、もう3年目だよ。新人じゃないんだよ。そこら辺の自覚あんの？そんなんだとね、本当にいつか大きな事故を起こしても知らないからね。すいません。しっかり責任持って仕事してよ。はい。はあ、朝からめちゃくちゃ怒られた。確かに 100% 俺が悪いけど、何も朝からあそこまで言うかね。今日頑張れるかな。あれ、もう9時半じゃ。点滴用意しなきゃ。よし、檜山さんは10時の点滴だな。あれ、新岡さんの9時の点滴置きっぱなしになってるけど、中止になったのかな。受け持ちは確か大坪さんだったはずだけど。大坪さん、すいません。何？新岡さんの9時の点滴が置いてあるんですけど、あれって中止になったやつとかですかね。は？今から行こうと思ってたんだけど。あのさ、人の心配してる前に自分の業務の心配した方がいいんじゃないの？はい、すいません。たく、え、ちょっと待って、何今の。絶対忘れてた反応だよな。いや、別にそれはいいとして、なんで俺が怒られてんの？怒られた理由全く分かんないんだけど。意味なくメンタルえぐられただけなんだけど。片岡さん、失礼いたします。おはようございます。 おはようございます。体調はいかがですか？体調はいいですよ。それは良かったです。では検温させていただきますね。はい。あ、一つ聞きたいことがあるんですが。はい、何でしょうか？先日軟膏を出してもらうようにお願いしたはずなんですが。軟膏ですか？はい、いつも塗っている軟膏が終わってしまったので新しくいただきたいと伝えたはずなんですが。あ、そうだったんですね。それいつ頃になりますかね？確か3日前に言ったような。男の看護師さんにお願いしました。わ
分かりました。ちょっと確認してまいりますね。あ、はい、分かりました。少々お待ちください。はい。片岡さんは3日前は大坪さん受け持ちじゃん。難航のことなんて何も記録に書いてないし、一応聞いてみるか。大坪さん、何？ちょっと確認したいことがありまして、片岡さんの難航のこととかって聞いてますかね。もし聞いてなかったら全然いいんですけど。難航？はい、3日前ぐらいに片岡さんが難航を依頼したとおっしゃってたので。ああ、難航ね。確かに言ってたわ。勤務ギリギリだったから夜勤に送ったはずだけどね。誰だったっけ。あ、そうだったんですね。そしたら僕記録確認して夜勤さんに聞いてみますよ。別に聞かなくていいでしょ。難航ぐらい今先生に依頼すればいいじゃん。てかさ、井出くん昨日元木さん受け持ってたでしょ。いつも使ってる処置のさ、難航終わりそうだったんだけど。普通さ、最後の人が依頼するもんでしょ。亡くなったら次の人困るじゃん。そういうところまで考えて仕事してよね。すいません、気づきませんでした。いや、使ってるんだから気づかないはずないでしょ。前から思ってたけどさ、井出くんそういう気遣いできないよね。もっとさ、協力し合う気持ち持って仕事してもらっていい？すいません。あれ、なんかいつの間にか俺が責められてる？ちょっと待って、自分のことは棚にあげてよくそんなこと言えるよね。てか絶対難航のことも忘れてたでしょ。ああ、なんでいつも俺ばっかり怒られなきゃいけないんだよ。井出くん今手空いてる？え、あ、いや、これからオペ準備を。え、オペ準備？それ今やらなきゃいけないこと？俺この後退院出ししないといけないからさ、清潔ケアやっておいてもらっていい？え、頼んだ。自分の仕事も全然終わってないのに、なんで大坪さんのところの仕事やんなきゃいけないんだよ。今日は残業だな。いや、ほんとありえないよね。昔だったらあんなことしてたら先生にボコにされてたからね。いいよね、今みんな優しくて。俺なんて新人の頃よく物投げられてたからね。いや、ほんと時代だよ。最近のスタッフみんな意識低いけどさ、特に井出くんとかほんとやる気ない。お疲れ様です。あ、お疲れ。うわー、嫌な雰囲気。てか絶対今俺の悪口言ってただろう。急に会話やめて静かになるとかしらじらしすぎるよ。はあ、こんなんじゃ休憩にならない。ロッカーで一人で食べよう。あれ、井出くん食堂でも行くの？あ、まあ、はい。井出くんさ、愛想も悪いよね。先輩に対してあの態度なくない？本当だよ。はい、じゃあお昼のカンファレンスを始めていきたいと思います。今日は先日あった誤訳のインシデントについてカンファレンスをしていきたいと思います。当事者は井出くんだったよね。え、僕ですか？すいません、そのインシデント聞いてないです。ほら、この前高橋さんに薬渡したでしょ。あの薬、高橋さんのじゃなくて工藤さんのだったみたいなんだよね。お父さん、今僕手空いてるんですけど、何か手伝えることありますか？ああ、悪いんだけどさ、この薬高橋さんに渡しといてくれる？ダブルチェック済んでるから。はい、わかりました。高橋さん、失礼いたします。では、お薬を渡しますね。ああ、ありがとうございます。はい、では失礼します。ああ、え、でもあの薬用意したのって…こいつ、こういう時に限って全然話入ってこないと思ったら、どう考えても確信犯じゃねえか。あ、桜井君、いいよ、これ行くわ。おい、普段なら絶対コール対応なんていかないはずなのに逃げやがった、クソ。あ、確かに薬を渡したのは僕なんですが、そうですね、渡すときに名前のチェックを確認するのを怠ってしまったっていうのはあるんですけど、まあでもそれでも確かに。何のこの子戻ってきてんだよ。絶対に許さん、道連れにしてやる。あ、でも確か大坪さんに薬を渡してきてくれって頼まれたと思うんですけど、大坪さん、そうですよね。え、そうだっけ。いや、でも渡したのは井出くんでしょ。確かに俺が井出くんに依頼したかもしれないけど、普通患者さんに渡すときにチェックするよね。はい。いつも言ってるけどさ、一つ一つのことを確認しながら仕事しないからこういうことになるんだよ。今日の朝も言ったよね。すいません。もう新人じゃないんだからしっかりしてよね。はい。
れはどう考えてもおかしいだろう。なんで俺が怒られなきゃいけないんだよ。このまま俺のせいでインシデントを片付けたくない。なんとしてでも一矢報いてやる。くっそ、何か大坪さんの弱みはないのか。これって今日退院した阿部さんの退院処方じゃん。確か受け持ちは大坪さんだったよな。あいつやりよった。勝った。これであいつを地獄に突き落としてやる。ちょっと井出くん、点滴の時間見てる？15時の点滴置きっぱなしだったんだけど、何回注意すればいいわけ？もうさ、やる気ないなら帰ってもらっていい？こっちも迷惑なんだけど。じゃあ帰らせてもらいます。え？お前さ、自分がパワハラしてるって気づいてる？こっちが言い返さないのをいいことに好き放題言いやがって。仕事だって忙しいのに平気で振ってくるしよ。お前何年看護師やってんだ？あ？なんで下のスタッフがお前の面倒見なきゃいけねえんだよ。看護師としての自覚あんのか？ったく言ってらんねえよ。というわけで上司からの帰宅命令が出たので帰らせていただきます。あと安倍さんの退院処方渡し忘れだったからインシデントレポート書いてくれ。じゃあ。言ってやったぜ。あー、すっきりした。なんで真面目に仕事してるこっちがあんな奴に振り回されないといけないんだよ。もういっそこのまま仕事辞めちゃおっかな。はい。大坪だけど、井出くん何してんの？時間見てる？もう8時半だけど、今日井出くん日勤なの分かってる？急いで来てもらっていい？はい。